国内で過去に例のない危険な暑さが予想された場合に発表される熱中症特別警戒アラートの運用が今日24日から始まりました。これまでの熱中症警戒アラートよりも一段上の情報で、さらに強く熱中症予防の徹底を呼びかけるものです。熱中症特別警戒アラートが発表されている間は、クーリングシェルターという冷房設備を有する等の要件を満たす施設が開放され利用することができます。ではどのような基準で熱中症特別警戒アラートが発表されるのか確認していきましょう。これまでの熱中症警戒アラートは、府県予報区内のいずれか1点以上で暑さ指数が33以上の際に発表されていましたが、今日から始まった熱中症特別警戒アラートは、前日の午後2時に都道府県内で予想される暑さ指数の最大値が全ての地点で35以上となった場合に発表されます。今年の夏も厳しい暑さとなる予想です。暑さ対策はしっかりと行いましょう。最新の熱中症情報はウェザーニュースのアプリからもご確認いただけます。